日を学んで未来を目指す時系ラピンコムグループプレゼンツ夢はここからこんにちは、スザンヌです。今回私がやってきたのは名古屋スクールオブミュージックダンス専門学校高等課程です。 この番組は人生の大きな目標、夢に向かってスタートしたティーンエイジャー、夢大き人をご紹介します。早速、学校の中に入っていきましょう。よーし、ここは四階ですね。さてさて、いろんなスタジオがまたありますけれども、こちらに、あ、 なんか、あめんぼ赤いなあいうえをできもにこえびも泳いでる。柿、ね、の木栗の木柿くけこ、きすすきくつくつ、かべけやき。今、何をされてたんですか、はい。えっと、映像演技という授業で、うん、えっと、やってる発声をしてました。うん、お名前聞いてもいいですか。はい、堀部このみです。よろしくお願いします。 堀部さんがいろんなお話を聞きたいので、はい、この後詳しく聞かせてもらってもいいですかよろしくお願いします、はい、改めまして、今日の夢を置き人をご紹介します。この方ですこんにちは。名古屋スクールオブミュージックダンス専門学校高等課程アクターコース俳優専攻の堀部このみですよろしくお願いいたします,します出身はどちらで、はい、あと年齢と何年生か教えてください、はい 出身は愛知県一宮市で17歳の高校2年生です2年生なのねえ、アクターコースってことは俳優さんを目指しているっていうことだよねそうですえ、堀部さんがあの俳優さんになりたいと思ったきっかけを教えてもらってもいいですかえっと三年 A 組というドラマで今田美代さんの演技にすごい惹かれてしまって憧れて最近のドラマだよねでもそうですねちょっと前ちょっと前だよね どんんな演技し,してたんだっけクラスの、うん、なんか裏みたいな裏番長的な。裏みたいな怖い感じの役で、うん、すごい怒ってるシーンとかも、うん、涙も流してすごい迫力のある演技でした。でもさやっぱ将来俳優さんとかタレントさんになりたいって相談した時、うん、親御さんに相談した時、はい、反対されなかった 反対はされなかったですね本当、はい、やりたいことはやれっていう感じでしたね、まあ、いいね、はい、そうかそうかでもこの学校を見つけて、はいはい、見つけたタイミングときっかけと、はい、この入りたいと思った最大の理由も教えてもらってもいいですかえっと入りたいと思ったきっかけは、うん、高校入学するときに改めて本気で目指したいなと思ったので、うん、この高校を選びました、うん えじゃあ一番好きな授業は何ですか一番好きな授業はフリートーク、うん、フリートークもあるの、はいはい、えどんなことをするんですかフリートークラジオブースに入って二、うん、人一組で大体七分間ぐらい、うん、しゃべお題出されて喋るっていう感じの授業です、うん、皆さんごきげんようこのたんの部屋です 早速今日もゲストを紹介しましょう。はいこんにちは。こんにちは。ちは伊藤理穂です。ソーンプロジェクト名古屋でリーダーを務めている伊藤理穂ちゃんに来ていただきました。一、はい、曲覚えるのにどれぐらいかかるんですか。うん、そうですね私の場合は、はい、めちゃめちゃ振り覚え遅くて。<laughs> へええー、例えばっていう感じでちょっとや、はい、やってみてもいい。はい。<laughs> ではテーマは。 名古屋の美味しいものは、私は味噌が好きなんですけど、味噌カツ、味噌カツもいいよねー。<laughs> 味噌めずめすごい好きなんですけど、じゃあお家で味噌を使うときは何に合わせて食べてますか？<laughs> 焼いたお肉。 あの <laughs>、焼肉?。焼いた豚のお肉。<laughs> <laughs> あ、はいはいはい、<laughs> もう、もう油で、塩胡椒とかで焼いただけ。焼いただけのやつに、味噌をかけるのが好きです。美味、うん、しそう。美味しそう。美味しそう。<laughs> 分かったい。いいね、こんな感じね。<laughs> あ、オッケー、オッケ楽しかった。いい、フリートーク。最高。<laughs> ーー <laughs> でもね、これを先生に評価してもらうの。フリートーク。 そうです、先生がラジオブースから出てきたら先生が毎回感想言ってくれるっていう感じですえじゃあこのフリートーク以外にはどんな授業が好きなんですか歌うことも好きで、えーうん、歌の授業も、うん、あ、じゃあ歌もその俳優を目指して俳優コースだけど、その歌も撮ってるっていう感じ撮ってます、はいそっか、でも発声とかに生きてくるもんね,で,ね、はい、でもなんかあれなんだよね、専門的な授業以外にもやっぱり普通の授業もあるじゃない？はい 国語と、か英語と、か数学とか、そういう、この高校の普通の授業の中では、どんな授業が好きですか。国語。国語。国語はどういったところが、まあ、まいけるって思うポイントですか。なんか読み取り、部分。読み取りの問題は、結構。いけます。ああ、この主人公は何を思ってると思いますか、みたいなこと。そうです。うん、小中から。答えをみたいな。抜き出しなさいって。あ、いいね。それなら。 探し出して答え書いてあるねそうだよね見つければいいもんねありがとうございますそんなですね堀部さんがとっても頼りにしている先生がいらっしゃるんだよねはい野田由か先生です野田由か先生今日はですね野田先生にもご登場をお願いしました。野田先生よろしくお願いいたします野田先生ですどうですか堀部さんはどういった生徒さんでしょうか えー、堀部さんは、うんえっと、正直に言うと、うん、結構やんちゃでして <laughs> やんちゃそうやんちゃそう普段は結構いたずらっぽいところもあって、うん、1>, 1年生の時はもう本当たくさん話したなっていう記憶があるんですけど やっぱり手がかかる分私としてはなんか面白いなというか可愛、ね、い,いなっていう感じでれれみんなからもあも本当に忘れられない、うん、時間を過ごした感じでうん、うん、みんなからもこう結構愛されているキャラクターなのかなっていう感じがします。将来はどんなタレントさんになってほしいとかありますか先生？やっぱりすごい笑顔が素敵でにこって笑うとみんながこう笑顔になるようなところだったり。うん やっぱり天真爛漫なこう性格が魅力だと思うので、うんうん、そこを生かしてたくさんの人を笑顔にする。マルチなあの女優さんになってほしいなと思います。素晴らしい、なれそう、絶対。<laughs> なんか本当なんか気になるってやから、ね、うん、愛されキャラですよね。うん、ほっとけない。はい、うん、感じなのが、すごく伝わって <laughs>。この笑顔に、ね。そうそうそう、もうやってあげちゃうぞみたいな,、ね、なう <laughs> そうそう、思っちゃいますよね。 わかりますありがとうございましたどうですか堀部さん先生からあったかい言葉をいただきましたけどこんなの聞いたの初めてなので、うん、あこういうこと思ってたんだってちょっと嬉しいです嬉、うん、しいですかはい、はい、<laughs> ありがとうございます <laughs> ではではそれでは最後に伺います、はい、堀部好みさん10年後の未来の自分に送る言葉は何ですかたくさんバラエティやえっと月句とか、はい、映画とかに出れたら で出ていたいなと思いますありがとうございます、うん、でもすごいなんかバラエティーもきっつくもってなんかすごい本当にマルチに活躍してるけどなんかそういうふうになんかこういろいろなんか女優さんってバラエティーでないとかねそういうイメージあるけどなんかガンガン出ていってほしい、うん、う,うん。どんな役をしたいとかありますかどんな役やっぱ 主人公ヒロインヒロイン,ヒロインやってみたいなんか TBS の日曜のドラマもね、うん、出てほしいね <laughs> ぜひ <laughs> ね <laughs> ぜひ <laughs> ぜひお願いします十 <laughs> 年後がとっても楽しみです今日の夢を置き人は名古屋スクールオブミュージックダンス専門学校高等課程アクターコース俳優専攻で勉強している堀部このみさんでしたありがとうございましたありがとうございました